の南人林プレミア12の結果に打ち切れ。韓国が15日に行われたプレミア12の日本戦、台北ドーム 2-3、6で敗戦。宿命のライバル国同士の一戦を落とすと、同国の大手ネット掲示板では辛辣な評価が相次いだ。手に汗握る戦いとなった。まずは韓国が2回に日本の先発高橋から1点を奪い先制。ところが直後の守りで2点を奪われて逆転を許す。1-2で迎えた4回には高橋から同点ソロ、5回には敵地打で勝ち越しに成功したが、またもや直後の守りで日本に2点を奪われて再度逆転を許した。結局7回にも2点を与えて3点差のまま終戦。熱量の高い韓国ファンの声援も虚しく、オープニングラウンド2敗目を喫した。序盤は一進一退の攻防を見せる激戦となったが、敗戦を受けて同国の大手ネット掲示板は終われ。プレミア12韓日戦の結果と題したスレッドが立つと、ただ単にレベル自体が小学生と大学生のレベル差だった。日本の2軍相手に3点も取れたら10分、日本代表チームにはメジャーリーガーが出ているのか、大谷は戦力調整した日本に負けたら本当に凄惨だぞ、次の WBC での日本はこれ以上に強くなるんだからな、など皮肉めいたコメントで溢れていた。日本は若手中心のメンバーで、韓国人も名前を知っているような選手も出てないし、2軍と思われても仕方ないな。まあプレミア順には MLB 側の規約でメジャー登録の選手は出場できないし、メジャーリーガーが出てないのはどこのチームも一緒だけどな。投手力はメジャーリーガーがいなくても日本の方がかなり上で差があるかな。確かにビッグネームはいないのかもしれないが、それはただ野球をあまり知らない人や北国の人に名前が知られていないだけで、常にプロ野球を見ているファンであれば次世代を担う実力ある若手が選ばれているのはわかる。でも最近はどの競技でも日本は韓国との戦いにおいて、宿敵のとかライバルといった特別な感情に縛られることなく伸び伸びプレーしている感じがある。牧がセカンドベースでスライディングして韓国の野手が倒れた時、真っ先に心配して手を添えた。相手もなんともないと笑顔で返していた。選手たちはお互いリスペクトしてやってるように見えた。最終的には日本が勝ったけど、序盤は接戦だったし、スポーツマンシップが溢れた素晴らしい試合だったわ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。